少年航空兵を描く普通切手、少年航空兵とは、日本軍において、陸軍と海軍の航空兵のうち、長兵には寄らず志願を待って採用された20歳未満の生徒のこと。各種軍学校で航空関連教育を受けた生徒は卒業後、歌手官に任官した。陸軍の陸軍少年飛行兵と海軍の海軍飛行予科練習生があった。 航空勤務はその性質上極めて複雑緻密なものであるから、鋭敏な頭脳と新鮮な神経とを有する少年期から修練すべきであるという理由で、1920年代にイギリス空軍において初めて少年技術兵制度が創設され、優秀な航空兵が得られたという先例に習って、各国に同様の制度が行われ、日本においてもまた採用された。文部省では、 適正者を早期に選別するため学校教練として、1938年から男子中等学校での滑空部の設立と、滑空訓練を推奨。訓練で適正が認められたものは、少年航空兵へ推薦された。1941年には、太平洋戦争開始によりる需要に応えるため、成果として格上げされた。練習機として、文部省、四季一型が使用された。 陸海軍ともに航空部隊の空中勤務者と地上勤務者たる可視官の中核を成し、第二次世界大戦終戦までに総勢数万の和高度が巣立ち、日中戦争、ノモンハン事件、太平洋戦争の核災前線に幅広く従軍し、大戦末期には特攻隊の隊員として散っていったものも少なくなかった。1921年から計画。 1933年度より採用され、応募者資格は、操縦生徒は、満17歳以上19歳未満、技術生徒は、満15歳以上満18歳未満であった。いずれも高倍率の中試験を通し、所要人民が取られ、採用後は、日本各地の航空関連学校で、一般教育を受け、その後修行1年の操縦者と2年の技術者とに分かれ、 いずれも卒業後は、陸軍五長に任官し、飛行船隊はじめ各飛行部隊に配属された。陸軍では他にも、同じく専門的兵種の軍人を養成する、陸軍少年航空通信兵、陸軍少年戦車兵、陸軍少年通信兵などが存在した。また少年飛行兵はじめ、上述の、 各陸軍生徒の制服は一般の菓子官兵などとは異なり、陸軍幼年学校の生徒服に判を取った独自の制服が正式され、陸軍生徒といえど近代国軍のようでもあり、花形でもある航空要員の卵として、質や定裁の良いものが対戦後期でさえ支給されていた。少年飛行兵の場合は、パイピングや襟章にアーコン常色が使われていた。 1930年度に初めて採用され、1932年に第一回卒業生が出た。応募者資格は満15歳以上17歳未満で、試験を通し、所要人員が取られた。当初の制服は海軍水兵と同じセーラー服を採用したが、不評だったため、1942年11月からは、軍学兵に班を取った農根の詰め襟制服に、 変更した。第二次大戦開戦後は、各国で操縦士の早期育成が必要になったため、必要最小限の教育のみを施した、可視官を操縦士とする教育制度が創設された。終戦に伴い需要が落ち着いたことに加え任務が高度化したことから、現代では、士官学校で正規教育を受けた士官が、操縦士となるのが主流である。自衛隊では、 配線に伴う年齢の偏りを是正するため、海空で航空学生制度を創設し、操縦士の主な供給源となっている。陸自では、旧陸軍の可視官操縦学生に類似した陸層航空操縦学生制度により、軍装クラスの操縦士が主流である。ありがとうございます。